ということでどうも、今回から新しいシリーズとし、おい待てドラゴン来るの早すぎだろ。ということでもう見てもらったらわかる通り、今回のシリーズではドラゴンが普通に湧いてくるようなワールドで生活していきます。ラルさん自分これめっちゃ追われてるんですけどどうすればいいんですか？まあ死ぬしかないやろな。この世界物騒すぎるだろ。じゃあ私もドラゴン討伐手伝いますか？ラルさん気をつけてください。装備なしだと2発で倒されますよ。オッケー。あ、まずいかもこれ。うわぁ。あ、でも相打ちになったじゃん。今のドラゴンはオーバーワールドドレイクってやつですね。すげえこれで名付けるとかできるんだ。なんか仲間とかにもできるっぽいですよ。ほえ、ラルさん来てください。今回のモッド限定の鉱石を手に入れましたよ。プラチナ鉱石です。鉄みたいに装備に使うこともできるしツールも作れます。ってラルさん聞いてますか？いや目の前のちっこいドラゴンのせいで一切聞いてない。まあじゃあドラゴンと戯れながらでも聞いてください。装備とかツールの強さとしては鉄より強くてダイヤより弱いです。あとプラチナ鉱石で大恐竜用の装備を作れたりもします。なるほどね、すごいってわけか。絶対聞いてないじゃないですか。ちなみに今ラルさんが殴り合ってるのはルースとストーカーってやつです。狼の完全上位互換ですね。まあでも言っても狼なんでこんな風に余裕で倒せます。あとチェストとかかまどにあるアイテムを盗んでいきます。そこ一害獣じゃねえか。おらー、お前の肉をよこせー。あ、なんか肉もらった。追い返せ。それは俺らが倒したドラゴンから出てきた肉だぞ。待ってごめんって盗むつもりはなかったって。今返す返す。よしよし、ちゃんとこのモッド限定の肉だな。じゃあこれでお前は用済みだ。おい、もうただの理不尽だろ。ああ、待って、ヌビー、殴らないでー。初めっから物騒すぎるだろ。でこの肉はなんなん？それはさっきあずきトールが言ったようにこのモッドで追加されたやつですよ。こんな感じで追加されてて普通のと同じように焼けば食えますね。なるほど。ラルさん今回ドラゴンがいっぱいいますよね。ということで今回俺は依頼をかけるような看板を立てました。なんかアニメみたいでかっこいいな。それじゃあちょっと依頼を作ってみるので見てみてください。よし完成。依頼ランキルの討伐、報酬肉、依頼主カメ納豆。なるほどね、依頼内容と報酬と依頼主を書く感じか。いやこれ私の討伐やんけ。ほらラルキル倒してやる。だからさっきから理不尽な死に方しかしてないって私。ラルさんなんでかわからないんですけどめちゃくちゃ今食べ物が枯渇してるんですよね。ドラゴンがそこら中にいて食べ物には困らないはずなのに。そら味方同士で殴りまくってればそうなるわな。あれもこれもラルさんのせいです。ってことで我々全員に食べ物を配布してください。しょうがないな。じゃあ全員に肉10個配布してあげるよ。まあ腐ったやつだけどね。マジでぶち転がすぞお前。ちょっとラルさん面白いこと思いつきました。あそこにドラゴンいるじゃないですか。え、どこ？あ、このくっそ狭い水の中ね。ということでランダムで TP した人にこのドラゴンと戦わせましょう。この逃げ場のないところに急にぶち込まれるのかわいそすぎるぞ。はい、 TP したよ。え？ランダムで TP したのに誰も来ないんだけど。多分それラルさんが選ばれました。ふざけんなー。なんで 5% ぐらいなのに私が当たるんだよ。私何も持ってないんだぞ。うん？でもこれさ、うまく相手の攻撃が当たらない感じで潜ればこのドラゴンぶっ倒せるんじゃない？うおー、いけー。これは完全に酸素との勝負だ。ラルさん石の斧投げました。ありがとう。よし、みんなの力を合わせてこいつを倒してやる。あ、ちょっと待って、そんなに近づいてこられたら私が死んじゃう。なんかいい感じにかっこよく勝てそうだったから空気読んでよドラゴン。敵モブに空気読ませようとすんなよ。ラルさん見てください。お、もう鉄フル装備になったか。いやこれ鉄装備じゃないですよ。あ、さっき誰かが言ってたプラチナか。いいね、じゃあもらっとくわこれ。だいぶ集めるのだるかったので返してください。はいよっと。はい、スキアリー。このプラチナのアイテムは全部もらってくぜ。それじゃあバイバーイ。さあ、止まれ止まらないと命がどうなっても知らないぞ。ひげ、ゲームを退出。こうすればどうやっても俺を倒せないだろ。ラルさん溶岩ください。彼が戻ってきた時に焼け死ぬようにします。でもそれしたらプラチナのアイテムも全部燃えるくね？いやそれでも俺は燃やします。狂ってるだろお前。ラルさん見てください。ヤバすぎるドラゴンがいますよ。いやーこれはでけえなー。バタフライリバイアさんって名前で光線的で鬼強いみたいですね。ちょっと一旦素手で戦ってくるので見ててください。あーこれマジで強いやつだな。まあじゃリップ一人だとさすがに勝てないだろうし誰かランダムで戦ってもらいますか。うわー、うわ、なんですかここ。最強に強いリバイアさんっていうドラゴンの目の前。待ってください、まだ戦う準備ができてない。あー死んじゃった。やってること鬼の所業だぞお前。いや私もさすがにそんな鬼じゃないですよ。ここで頑張って集めたアイテムをロストするのもかわいそうなのでもう一回 TP してあげます。それってもう一回やられるだけじゃん。やられちゃった。風ゴミとか動画班をサバ主っていう上の立場からいじめてる時が一番性を実感しますね。暑さで頭がやられちゃってるよこの人。じゃあレッピー魔女の屋上に TP してあげたから頑張ってアイテム回収してね。ラルキル引退しろ。あーこうやってアンチが出来上がっていくのか。じゃあ頑張ってねレッピーさーん。応援はしてるよ、手伝わないけど。お前もこっち来てサバイバルで裸で泳げよ。ちょっと待って、うわー。
まあ素手で勝てるわけないですよね。まあでもこれだとレッピーをいじめてかわいそうってなっちゃうので、じゃあいるから仮パクしてるプラチナフル装備あげますよ。それって俺がかわいそうだと思いません。確かに次はジャイルがかわいそうになっちゃうわ。中央に戻ってきたんだけどなんか依頼のところにめっちゃ人いない？依頼主は月通る。僕をバンしてください。報酬ダイヤ1000個。なんだこの依頼。いや夏休みの宿題をやらなきゃいけないんですけどマイクラがやめられなくて、もうバンされればマイクラを無理やりやめられるので、マイクラ中毒になりすぎだろ。でもこれバンされたとしてもさ、報酬のダイヤ1000個集めるために結局もっとマイクラやっちゃうんじゃないの？確かに、なんで気づかないんだよそこ。まあでも見る感じやとはまともな使われ方してなさそうだな。作ったのが俺ですからね。まあそれは荒れるでしょう。自覚してんなら普段の行動正せよ。てかみんな家そろそろ建て始めてるし私も建てちゃいますか。よし完成。やーやーお前の家トイレかよ。というかこれを家っていうのは目が腐ってるんじゃないですか。めっちゃボロクソ言われるじゃんこれ。だって家のサイズ合計4ブロックしかないですよ。いやいや見る目がないですね。ここにドアを置くので実質2ブロックですよ。もっと悪化してんじゃねえか。突然ですがラルさんに問題があります。今僕は鉄装備とプラチナ装備を混ぜてきています。どこの部分がプラチナでしょうか。全部鉄にしか見えないんだけど。みんなもどこがプラチナか考えてみてね。当たった人は高評価、外れた人も高評価してね。あ、ここで高評価稼ぎするんですね。ラルさんはどこがプラチナと思います？チェストプレートとレギンス。ファイナルアンサー？ファイナルアンサー。正解はチェストプレートだけでした。いやむずすぎだろ誰がこれわかんねん。ラルさん俺も面白いものあります。ネザーでしか取れないこのモッド限定の鉱石で作ったツルハシです。めっちゃ掘るの早いですよ。すげえお前嵐だけどちゃんと作業はトップクラスでするんだな。今感心するところそこじゃないですって。ちなみにこれってマグマにぶち込んだら燃えてなくなる？そうっすね。ネザーライトみたいに燃えな。待ってくださいラルさん、それ燃やそうとしてます。いや今燃やすか悩んでる。燃やすんだったらこっちもこっちで対抗しますよ。あ、すみません燃やしませんので許してください。ラルさん俺もラルさんみたいに家を作りました。田中にしてはめっちゃ真面目な家を作ったな。ちなみにこれジャイルが屋根建築してるけどこれってシェアハウス的な感じ？何言ってるんですかラルさん、これは僕の家ですよ。え、どういうこと？ラルさんジャイルをとっ捕まえてください。彼は俺の家に不法侵入してます。え、お前が不法侵入してるの？お前真面目だからそういうことするやつには思えないんだけど。いや田中が勝手に僕の家に田中の家って看板つけてラルさんに紹介してるだけです。この家は正真正銘僕が一から建てて田中は一切携わってません。いや違う、これは俺が建てた。俺の家に勝手に入るな。まあどっちの方を信用するかって言われたらジャイルの方を私は信用するかな。おい田中これ以上余計なこと言ったら喋れなくしてやるからな。ごめんなさい俺が嘘ついてました。ということで皆さん突然ですがチキチキドラゴン召喚ゲームをやっていきたいと思います。ルールは至って簡単。ラルキルがどのドラゴンか知らない状態でスポーンエッグを放つ。そして動画半とかゴミがそれに勝てるかっていうゲームですね。え、それってさっきのとんでもないドラゴンとか出たらまずくない？その場合はこのせっかく建てた家が吹き飛びますね。お前他人事すぎるよん。ということでまずは1話目。綺麗な白い鳥が出ましたね。見る感じ敵っぽくもなさそうだな。ともきがまとめてくれたやつによるとこれは中立のやつみたいですね。あと頑張れば乗れるみたい。乗りてー。はい次。あーこいつは強くも弱くもない微妙なラインのやつですね。はい3匹目。うわ、ちっちゃいぞなんだあいつ。あいつは砂漠にいるレッサーデザートワームです。砂漠にいるやつなのでここではほぼ無力です。じゃあもうこれただのいじめじゃん。攻撃できない状態でこんな大人数に追われてるとかわいそうになってくるにょん。はい4匹目。あーこいつは待って喋る間もなくやられたんだけど。ラルさん早く次の出してください。まあ次もみんなが瞬殺しちゃうかもだ。うおーおーみんなひるむな戦い。あ、悪い即死だわこれ。もしかしてこいつ倒すの厳しいか。いやでもなんかこいつ燃え始めましたよ。あ、そっかこいつは普通にで暮らしてるけど無理やり地上に連れてこられたのか。ワンチャン勝ち目あるぞこれ。いけよっしゃー。エアのボスみんなで協力して倒せたのか。あの超最強ボスを倒せた俺らにもう敵はないですよ。じゃあ適当なの一気に3体出してみるか。いいですよもう俺らは余裕です。え、次やんこんなの。ということでこれで凶暴なドラゴンと一緒に暮らしたい第1回は終わりにょん。次もまた見てね。